はい、どうもこんばんは、ドイアンと言います。今日のオンラインライブトップバッターをやります。私は、東京練馬から来ました。普段、家族とか友達とかサラリーマン生活なんかを題材にしたオリジナル曲を作って遊んでおります。今日もそれをやろうと思います。このところね、ウクライナからね、毎日のようになんか嫌なニュースとか悲しいニュースとか、たくさん流れてきてね、ちょっと暗い気持ちになったり、こうロシア何やってんだみたいな感じでちょっとね怒ってみたり、まあいろいろくさくさしたことも多いんですけど、せめて土曜の夜ぐらいはね、ちょっとそういうの忘れていただいて、まあお酒でも飲みながらのんびり、見ていただいて、ちょっとだけねほっこりとした気分に、なっていただけるように、楽しいライブをやっていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。通勤電車のドアにもたれて、流れてゆく景色を眺めてる。晴れ渡る青空、遥か遠くに真っ白な富士山が見えてきた。美しい姿に見惚れていると、ビルやマンションに遮られた。わずか数十秒のことなのに、乾いた心が潤いもらった。どんまいも気にしないよ、うまくいかなったけれど、気持ちを切り替えたなら、流れもきっと変わるだろう。僕は小さな歯車、片隅に持ち場がある。いろんなものを背負って、ほんのちょっぴり疲れてるけど、いつもの居酒屋でいつものメンツ、たわいない冗談で笑い合う。愚痴をこぼしそうになった時は、水割りで無理やり飲み込んだ。誰かが深刻な表情を浮かべ、悩みをぽつりぽつり語り出す。先が見えない毎日の中で、それでも僕らは回り続ける。どんまいも気にするなよ、振り返るのはやめよう。その日その全力で僕ら過ごしてきたはずさ。小さな歯車だけれど、プライドを胸に秘めて、磨き続けてきたんだ。誰かのために、自分のために。大きな街をたくさんの歯車たちが行き交ってる。どれも同じように見えても、一つ一つ違うから。気にするなよ、苦しい
き続けてゆくんだ。誰かのために自分のために1曲目はドンマイという歌を聴いていただきました。西武池袋線で、ね、ちょっと通勤している時の風景なんかをちょっと思い出して作りました。私は東京の練馬区に住んでるんですけど、練馬区っていうのは実はね、練馬区ってのは実はお父さんのソフトボールが結構盛んな地域なんですね。だから各小学校ごとにね、お父さんのソフトボールチームがあって、で地区ごとに分かれてね、年間通じてね、リーグ戦とか、それから練馬区全体のトーナメント大会とかね、春から秋までずっとやってたりしてね。だから週末、土曜日と日曜日、練馬の小学校を覗くとね、ユニフォームを着たおっさんたちがね、大真面目でソフトボールの試合やったり練習やったりしてるんですね。でうちの子供が通っていた小学校にもソフトボールチームがあって、で僕はソフトボールやってなかったんですけど、その子供を通じてちょっとね、そのソフトボールチームのおっさん何人かと仲良くなってね、そのソフトボールチームの飲み会に呼んでもらったりから一緒に遊びに行ったりね、結構仲良く付き合いさせてもらって、でその中でね、あこの人たち面白い人たちだなと思ってね、まあ、いろんなこうエピソードもあったりして、ちょっとそういう人たちをソフトボール親父をモデルにしてね、ちょっと歌を作りました。それはもう何年か前なんですけど、その歌をじゃあ次に聴いていただこうと思います。我らがベアーズ。日曜の午後、いつもの仲間が集まってくる。娘が通った小学校の校庭に、さあ行こうと掛け声。親父どものソフトボールチーム、グラウンドに集準備体操。体は重いが心は軽い。我らがベアーズ、今シーズンまだ一勝止まり。5、6年前は首位争いの常連だったのに、チーム平均年齢40代後半に突入。それでも誰も引退せずに生涯現役目指してる。迫り来るボール思いっきり叩く。外野を抜ければ快感さ。セカンドの守備は何年経っても上手くならないけど、練習のあと近所の蕎麦屋でビールが待ってる。枝豆つまんで反省書いた。スランプ続く4番バッター、悩みの種は彼女のメールが奥さんにバレたこと。エースピッチャーこの頃深夜帰宅増えて疲れた顔。お得意先の接待続き、酒とストレスにやられてる。ガッツあふれるプレーでいつでもこのチームを
引っ張ってくれたキャプテン突然病に倒れ、半年の入院、願い届かず命の火が消えた。背番号8、彼のユニフォーム、ベンチで静かに揺れている。飛んできたボールがむしゃらに追って、ファインプレーもたまにあるさ。打撲に擦り傷、肉離れ捻挫、名誉の負傷だぜ。月曜の朝、体のあちこち痛みもあるが、仕事も全力プレーで行こう。見逃したボールもう二度と来ない、振り向かないで進むだけさ。家族を愛して、地域を愛して、ここで暮らしてゆく。次の試合は絶対勝利だ、グラス掲げる。戦う親父の仲間に乾杯。ソフトボール親父の、ね、歌を聴いていただきましたが、ちょっと野球つながりということで、次はちょっとプロ野球を、プロ野球選手をね、モチーフにした歌をやろうと思います。3月の下旬にね、プロ野球が開幕して、まあ、僕野球好きなんですけど、私は出身が大阪でして、まあ、例によって阪神タイガースのファンなんですけどね、我が阪神タイガース今日の時点で2勝15敗、もうねセリーグ最下位独走してましてね、もうすごいよね、記録的なあの連敗なんですけど、まあね、それはいいんですけどね、調子のいいチーム見てると、やっぱりね、若い選手が出てきてるんですね、あの新人選手とか、まあ、2年目、3年目とかね、4年目とか、若い選手が爆発すると、周りがやっぱり刺激受けて、やっぱりチームが活性化するというかな、去年、阪神もまさにそんな感じでね、すごいスタートダッシュして、そのまま優勝争いしたんですけど、でその若い選手が当然出てくるということは、当然その一方でこうあの押し出される選手というかな、出られなくなる選手がやっぱりいて、だからあの試合見てるとね、あれなんかこのチーム あのサードは去年違ったんじゃないかとかね、なんかいろいろふっとこの時期気づくことがあるんですけど、で調べてみると、その他のチームにトレードされていたり、なんか自由契約っていうか、まあ、クビになってたりとかね、まあ、本当厳しいなと思って、まあ、あのプロ野球で1年2年活躍したぐらいではなかなかレギュラーに定着できなくて、本当にその引退の時にね、引退セレモニーやってもらえる選手ってほんの一握りでね、多くはもう引退する時にそのスポーツ新聞に1行引退みたいな感じでね出るぐらいで、本当にこう寂しくあの去っていくという、ね、選手がやっぱ圧倒的に多い、まあ、本当に厳しい世界だなと思うんですけどちょっとそんな、プロ野球、引退がねちょっと迫ってきたプロ野球選手をモチーフにした歌を昔作りました。それをじゃあ次に聴いてください、もう一度。枯れ葉舞い散る学園通り、今夜もあいつは走ってる。スウェットかぶり速いテンポでスピード上げてく。まだまだやれると確かめるように高校大学プロ野球と花形選手だったあいつ、
30歳を過ぎた頃から故障がちになり、次第に自分の居場所がなくなったけれども、あいつは引退を拒んで選手でいることを選んだ。できることならもう一度大歓声に包まれてみたいと、僕の目を見てあいつはにやりと笑った。本当の勝負はこれからさ。桜満開学園通り、明日もあいつは走るだろう。どのチームからも誘いはなく、行くあてもないけど、グランドに立つと心に決めて、若さあふれる選手たちがパワーと技でしのぎ削る。経験だけで通用するほど甘くはないと、周りもあいつも分かっているけど、ないままユニフォーム脱いだら必ず後悔をするから、できることならもう一度痺れるような時を過ごしたいと、挑むような目をしてあいつは言った。このまま終わってたまるもんか。できることならもう一度、もう一度あの場所に戻りたいと、遠い目をしてあいつはぽつりと言った。このまま終わってたまるもんか。はい、ありがとうございます。僕はサラリーマンをやっていて、それでコロナになってもう2年前からね、ずっと在宅勤務になりまして、だからほとんどね会社に行ってないんですね。それで仕事されてる方は多分そうだなと思われると思うんですけど、仕事のストレスの多分ね7割8割ぐらいは人間関係だと思うんですよね。だからその在宅勤務で、いけつかない上司とか同僚とかね、生意気な後輩とか、そういうのに合わないからね、本当にそういうなんていうかな、人間関係のストレスはほとんどないんですね、在宅勤務ですとね。だけどその一方で会社にいるときはこう周りのみんなとね、こうちょっとなんか面白いことあったらわーっと笑ったりしてね、冗談言って笑ったり、から昼飯食べに行ってちょっといろんなこと喋ったり、場合によっては夜飲みに行ってね、みんなでワイワイバーっとこう盛り上がるみたいなね、そういうそのコミュニケーションがやっぱ一切なくなってしまって、ちょっとこう人恋しいストレスみたいなね、そういうのはやっぱちょっと確かにもう間違いなく感じていてね、まあなかなかでも在宅ってのはこれから増えていくと思うんでね、
まあ、その辺がねちょっと問題なのかななんていう感じもするんですけど、コロナになるはるか前に、まあ、私もね結構真面目に、まあ、目も真面目に当たりますけど、結構熱く働いてた時期があって、その時のサラリーマン生活の一コマをちょっと思い出して昔、歌を作りました。それをじゃあ次に聴いていただこうと思います。ホームグラウンド。地下鉄のホーム、人波の中で重い足取り、仕事を終えた心地よさと疲れた体、明日の予定考えながら、満員電車に揺られている、ままごとのようにちっぽけな仕事でも、僕にはとてもとても大切なホームグラウンド、少しでも誰かのために、そんな思いをかみしめながら、僕らにできることはたかが知れている、だけどいつも精一杯だから、いつかどこかで分かってくれたなら、たとえ一握りの人でもいいさ、我が家へと向かう夜道の途中、アイデア一つ、携帯電話でメモして送っておこう、些細なことから後輩二人が口論になった、隣の部の連中は笑ってるけど、少しでも役に立ちたい、そんな情熱がぶつかり合う、コップの中の嵐かもしれないけど、伝えたいことがあるから、いつかどこかで分かってくれたなら、たとえほんの少しだけでもいいさ、二人を誘って近くの居酒屋、グラス重ねる、心ゆくまで話し合おう、終電車まで、僕らにできることはたかが知れている、だけどいつも精一杯だから、いつかどこかで分かってくれたなら、たとえ一握りの人でもいいさ、ままごとのようにちっぽけな仕事でも、僕には今を生きてる証のホームグラウンド、
今日はね、今日のオンラインは私含めて4名、全員ね男性の弾き語りということでね、ちょっとこう色気はないんですけど、でもねでももうご安心ください。皆さんね実力派ミュージシャンが揃ってまして、この後ね、佐藤健さんからとか清水さんからラストリはね、もう何といってもイーストコートのもう大人気ミュージシャン小暮宏さんがドンと控えてますのでね。で小暮さんのチャットはねもう毎回すごい盛り上がるんでね、もしよろしかったら、最後までの、ごゆっくりと楽しんでいただければと思います。ということで、じゃあ最後もう一曲だけお付き合いください、Take a Break、ひと休みという歌をじゃあ最後聴いてください。もうこれ以上この場所に立ち止まりたくないから、リュック担いで旅に出るんだ、新しい出会い求めて、辛い思いを捨てるなら夜行列車に揺られて、水平線が見えるあの街、とりあえず目指してみるさ。ビルの谷まで枯れてゆく無数の夢たち、始められない Take a break, take a break、 ちょっとひと休み、遠くの景色眺めてみるよ。 Take a break, take a break、 時間忘れて気分変えれば世界は変わる。好きな曲を四六時中繰り返し聴いていると、怒りや不安悲しみさえも知らず知らず忘れてた。誰かの言葉噛みしめて心動くこともある、擦り切れそうな小さな夢に明かりが再び灯る、人波に押されるように足早に歩く、大都会を行き交うのは不機嫌ばかり。 Take a break, take a break、 ちょっとひと休み、頭の中を空っぽにして、 Take a break, take a break、 あのフレーズを口ずさむたび笑顔になれる。ビルの谷まで枯れてゆく無数の夢たち、眺めてみるよ。 Take a break, take a break、 時間忘れて気分変えれば
世界は変わる。気分変えれば世界は変わる。はい、どうもありがとうございました。この後は佐藤健さんです。引き続きそのチャンネルはそのままで。佐藤健と申します。よろしくお願いいたします。いきます。未来は君のためにあるという歌を歌います。明日を夢見て強い気持ちで未来
佐藤健二と申します。よろしくお願いいたします。今の曲はね、未来は、君のためにあるということで、ズバリ、私の子供、宛ての、歌でございます。まあ、子育て一段落置いてですね、ようやく、まあ、こういった、まあ、ギター弾いてね、楽しく、遊べる、仲間にね、入らさせてもらおうと思った、矢先にですね、今年の2月に、孫が生まれてしまいまして、なんと私おじいちゃんになってしまいましてですね、孫の思いも含めてですね、ぜひちょっとこの歌を聴いていただいたら嬉しかったと思います。続いてね、全然そういった純愛のこう綺麗な歌とは違うちょっと、ね、フルーツという歌いきたいと思います。輝く光に吸い寄せられて僕の魂奪っていく。安売りの優しさはそんな風に思われた方がまだマシさ。その甘い香りはまるでブルー、こぼれ落ちそうな果汁を始まりもなく終わりもない、君の描く夢に僕はいない。失くした愛とは引き換えに安らぎが僕を包む。そんな今が続けばいい。相変わらず君は小さな光を大事にしてる。その甘い香りはまるでブルー、鮮やかな色に戸惑いながら、ただ今だけ楽しめればいい。
ちょっとね、送りました、合わせながらなんですけども、今日も天気良くてですね、前回、3月にね、出させてもらってた時もちょうど、桜が、すごく見やすい、時期にね、天気が良くて、来たんですけども、自分は住まいは武蔵村山市にいましてですね、すごく、近いですね、山越えたらもうすぐ来れるので、実質1時間かからずに、車でちょこちょこやらさせてきてるんですけども、続いてはですね、ネイリットという歌です。仕事で疲れた時とか、さっきね、ドリアさんがおっしゃってた人間関係の疲れ、そういったのもね、本当になんかネガティブになる要素だなと、自分なりのネガティブの歌、ネイギットという歌を歌いたいます。むき出しの自分、優しく扱って欲しい、退屈しのぎの時間ただ流されるだけ、全て他人のせい、もがき苦しむのさ、生きる術を知らない、まるで子供のように、
まれくる命に全てを託して、新しい光を掴むのさ、新しい見ていただいて分かると思うんですけど、一応広島に住んでいたことがありましてですね、今年は何年かぶりにね、西武ドームにね、交流戦で来た時にはぜひ応援に行きたいなというふうに思っているところでございます。ちょっとね、一個だけエピソードがあったんですけども、まあ、息子がやっぱり大好きで、息子と一緒に、その日も西武ドームに応援に行ったんですけども、ブラッド・エルドラッド、当時4番だったんですけども、大きいフライ打ちましてですね、ライトスタンド、外野席で応援してまして、ホームランなんですね。もう打った瞬間ホームランって分かったんですけども、なんかね、ボール見たら私にボールが飛んでくるんですね。はぜーと思って、一応私高校まで野球やってる経験者だと、よし取ってやると。そしたら周りがバーッともう逃げちゃって、私が手で取ろうと思って手を出した瞬間にですね、この辺りの手の甲のところにバーンと跳ね返ってしまいまして、その後後ろでキャー取ったって女の子がですね、非常に悲しかったという思い出があります。ぜひ今の皆さんのプロ野球応援に行くときはね、グローブをね持参した方がいいなと。私は多分二度とないのかなと思いながら、次回行くときは必ずグローブ持っていこうかなと。やっぱり素手では取れないですね、プロの選手の球はね。本当に痛かった。2週間ぐらいで本当に青技でって大変だったんですけど、高校の時に作った歌をですね、ちょっといきたいと思います。作詞はね、友達の、知り合いの方、女性の方、今泉洋さんという方に作っていただいて、作曲は私が作りました。当時、NHK のね、全国ヤングミュージックフェスティバルという、まあ、当時の、なんだろうな、ポップコーンみたいな、まあ、盛り上がりで NHK のちょっとコンテストがあったんですけども、輩出したミュージシャン、ローザ・ルクセンブルクさん、後にボガンボスさん、だとかですね、そういった方が出たコンテストがあったんです。それの第3回大会のですね、全国大会で一応審査員特別賞をいただいた、当時の歌をいただいております。月姫の私は、あなたから
青ざめた夜には月姫が舞い昇る。悲しみを包み宣伝っぽくなるんですけども、5月にですね、自分が、元住んでた立川市にですね、立川一帯音楽祭りというイベント、過去、コロナでですね2年ほど休止だったのが今回一応やるということで5月22日に、ギリギリその枠でですね、バンドで、入らさせていただくことが、決定しましてですね、明日からリハーサルということで、ちょっとね、それに向けて、ちょっとしっかり、声を整えていきたいなというふうに思っております。完全にね、そのバンドは自分の好みといいますか、昭和歌謡が大好きでございまして、一曲、昭和歌謡、で、曲、締めたいと思います。佐藤健二でございました。今日はありがとうございました。酒と涙と男の
忘れてしまいたいこの土屋はどうしようもない寂しさに包まれた時に男は酒を飲むのでしょう。
やがて男は静かに眠るのでしょう。ありがとうございました。こんばんは、どかしみずでございます。本日はですね、イースコートさんのですねオンラインライブに、参加をさせていただいております。最後までね、30分間全力でやっていきますので、どうぞよろしくお願いしますということで、1曲目は、夢のかけらという曲です。ございました。いやー、もうなんか家で練習やってるのと全然違うね。ステージ立つとね、こうまだ足が筋肉痛になるっていうね、不思議な感じでございますが、こんな感じでね、ちょっと今日はあのパンクっぽい曲を、集めてきましたので、皆様お楽しみいただければと思っております。続きましてお送りする曲は、毎日バカでという曲でございます。もうね、もう最近はこうなんかね、勢いでいっちゃえみたいな感じで、そんなような曲で、でもやっぱり楽しくありたいよねみたいな感じでございます。聴いてください。近づいたと思い、よく見たら遠くで落ち込んだその時、
言葉かの毎日だったらいいのに、楽しい毎日がいいに決まってるよね。気持ちが届かない、何かずれた時に、少しずつだけど幸せ感じる最近、笑う回数が増えて何か嬉しい。へりくずはいらない、大好きなあなたと大好きな仲間に囲まれ生きてたい。少しずつだけど幸せ感じる最近、笑う回数が増えて何か嬉しい。毎日バカ、毎日バカ、毎日バカ、愛されて。ありがとうございました。ということでね、今日はね、いつもと違う感じっていうか、初めましての方も多いので、いつもと同じって言ってもね、ポカーンみたいな感じでございますが、普段はオリジナルを歌いつつ、アニソンのカバーとか特撮ソングのカバーをね、歌の力を借りてみんなで盛り上がろうみたいな感じで活動しつつですね、やってるんですけれども、今日はちょっと趣向を変えて、昔やってたちょっとバンドの曲なんかをね、こう中心に集めながらやってみた感じでございます。まあね、なんだろうね、さっきからこう夢夢とかいろいろ歌詞に出てきて、若いなとか思いながら、こう最近なんだろう、俺夢あったっけとか思いながら、美味しいお寿司が食いたいなとか、そんな感じでございまして、そうね、でも若い頃は夢ってたら、なんか東京ドームでとか、こううおーみたいなのがあったりとかするんだけど、なんだろうな、こうちょっとね、叶わなかった夢さえも愛おしいみたいなね、それでもですらも酒のつまみ、酒の、そういう言い方はちょっとあれかな、なんかこう自分のね、心の栄養になっていくみたいな、そんなのもあるから、こう叶わなかった夢を捨てるんじゃなくてね、あ、こんな夢を見てたんだなっていう自分の栄養になればいいかななんて思っております。で、まあ結局その夢のね、こうどうかなんて、本当に自分に必要なものかどうかなんて時の見分け方っていうのがあって、夢に続きがあるかどうかなんですよね。うん、実現するにしてもしないにしても、続きがあるかどうかがきっとその人にとって、こうなんかいろんなつながりができていくのかなと思っている感じでございます。ということで、次の曲は夢の続きという曲でございます。聴いてください。チューニングをしつつね、ちょっとびっくりした、思いが大丈夫でした。はい、心のチューニングが終わりました。はい、やっていきましょう。ざまあみろというまで諦めてたまるかよ。子供の頃に見ていた夢を今でも俺は見たいから、誰もできないことを俺はこれが俺の生き方。今
ざまあ見ろと言うから、俺は挑戦するよ、足を踏み入れてやる、ボロボロになり傷ついたって、それでもそれでもぶつかる、俺の力よりもずっとでかくて強く、高い壁に体当たりする、あいつができないことにどうせできるわけねえ、俺を見下したやつ、夢の続き見たとき、ざまあ見ろと言うから、誰より俺は幸せなのさ、夢の続きを信じてるから、今でもこれからもずっと俺は二度と止まらない、行くぜ止められるかよ、長い人生考えるより今を今を行くぜ、夢の続き見たとき、夢の続き見たとき、夢の続き見たとき、ざまあ見ろと言うから、ありがとうございました。まあ、そんなこんなで3曲歌ってみたんですが、多分ね、画面の前の皆様非常にこう言いたいことがあるんじゃないかなと、思ったりするんですね。僕もよくあります、人のライブとか見ててすっごく言いたくなることあったりとかして、でも言うのどうかなとか思ったりすることもあるんですけど、どうぞどうぞ言ってください。あのね、ブルーハーツお好きですよねってよく言われます。はい、大好きです。もうブルーハーツ集プンプンな、感じの曲ばっかりでございますんで、せっかくですんで、ここであのブルーハーツの曲を1曲2曲、まあちょっと歌ってみようかなと。ご本家にね、ありがとうございます。自分が何が好きかなっていろいろ考えたんですが、僕のすごい好きな曲で月の爆撃というのがあるんですよね。よくほらライブとかでやるよーやっちゃうよってやつね、やるよーやっちゃうよーってやつね、あれをやってみたいと思います。ありがとうございます、成功、助かりました。ということで、月の爆撃、ブルーハーツで聴いてください。ここから一歩も通さない、理屈も法律も通さない、誰の声も届かない、友達も恋人も入れない、手がかりになるのは薄い月明かり、あれは伝説の爆撃機、この街もそろそろ危ないぜ、どんな風に逃げようか、全ては幻と笑おうか、手がかりになるのは薄い月明かり、僕は今コクピットの中にいて、白い月の真ん中の白い影、
白い月の真ん中の黒い影、いつでもまっすぐ歩けるか、湖にドボンかもしれないぜ。世界相談してみても、僕らの行く道は変わらない。手がかりになるのは薄い月明かり、月明かり。ありがとうございました。もうこの曲の後にすぐヒマラヤほどのって入った方は相当な2でございます。はい、まあ、そんな感じでもう一曲ね、ちょっとそのまま言ってもいいか分かったんだけど、やっぱこう体力的にね、こうバラード行きたいなってあるわけですよ。ブルーハーツはこうね、ドカーンと来る曲もいいんだけど、やっぱり僕はバラードも好きでね、そうで歌ってみたいなと思ったんですけども、ちょっと歌詞を見たらなんか今の人にもいろいろ分かるのかなみたいなのがあったりとかして、そもそもねラブレターみんな書きますみたいな、今も LINE で告白ですよね、下手したらスタンプでピコーンみたいな感じでさ、そうね、ラブレター書いたのいつだ、最後いつだったかなとか思い出しながら、歌ってみたいと思います。ブルーハーツでラブレター。ルールトゥールトゥールトゥー、ラブレター。本当ならば今頃僕のベッドにはあなたが、あなたが、あなたがいてほしい。今度生まれた時には約束しよう、誰にも邪魔させない二人のことを。あなたに、あなたに、あなたにラブレター。新しいステレオを注文したよ、僕のところへ遊びにおいで。100分の1でも、ああラブレター、信じてほしい。他の誰にも言えない本当のこと、あなたよ、あなたよ、幸せになれ。あなたよ、あなたよ、幸せになれ。ありがとうございました。いや、歌いながら思い出したんだけど、ラブレターいつ書いたっけなんかめちゃめちゃ恥ずかしいこと言ってましたよね、本当に。もうだからライブっていいよね、うん、という感じで、そろそろオリジナル曲の方に戻りたいと思うんですけれども、そうそうそう、このセットリストを組んでいるときにいろいろ何話そうかなとか思い出したのが、最近の告白事情というかね、なんかちょっと一層コートさんの蜜の日ということで、蜜さんのねライブイベント出させてもらったときに、最近の子はこうマスクで顔見ないで恋愛するんですかねみたいな話をしたんですけれども、なんだろうな、
あのラジオでずっと結構昔なんだけど、ラジオで男の子が女の子に告白をするみたいなコーナーがあったんですね。電話でこうそれを中継するみたいな。で男の子がパーソナリティの人に励まされながら、じゃあ今から電話つなげるから告白してとかみたいな感じでこう告白するとかなんですけど、お前のことを守るからとか言って、うんとか言って、はぁーみたいな、守るってどういうことみたいな、お前ちゃんと国民年金払ってくれよすいません、国民年金はまあ別としてブラック企業を勤めて鬱になった時守ってくれんのかとかね、いろいろこうすごい頭よぎったんですよね。あ、そんなもんで告白受けちゃうんだみたいな、守るってなんだよみたいな、そんな、すごい憤慨したことを思い出しました。なんか違うな。まあでもね、なんだろうな、楽しい時間を一緒に過ごしたいからこう付き合ってくださいとか、そういう告白だったら俺はありかなとか思うんだけどね。はい、ということで次にお送りする曲は高校ぐらいの時の話のこう恋愛の歌を、まさかの高校の同級生の前で歌うことになってしまったという歌でございます。そんなね、若い時の恋愛の歌、信じていた未来という曲でございます。いる休みに話しかけてくれたその時、君が気づいていた、それはわからないけれど、君がくれた手紙読んでときめいていた、告白じゃないけれど気にしてくれているのか、君の笑顔見たくて振り向いた時に目が合った時の一瞬に思っていた、僕が勝手に理解なんて今はなくても、僕の夢が君を包む力になると思っていた、信じていた未来、新しい恋をすれば忘れてくけど、あの頃の君の顔が目の前に来るよ、君の笑顔忘れたくて幸せになりたい、今の君を考えないよ、もう僕はリセットするよ、信じていたあの未来は遠い遠い記憶の中に、これからを信じていくよ、今日も笑っていくよ、信じていたあの未来よりもっと大きい夢をつかむよ、今を歩くよ、今日も笑っていくよ。
ありがとうございました。まあね、本当にね、恋したいなと思う反面ね、こう全然そんなことも思ってもいない、どかしですでございます。どちらかというとなんか美味しいラーメン食べたいなとかだっていうのでだんだんそうなってくるよね。うん、まあなんだろうな、音楽、そのなんだろう、恋したいとかいうのと結構感情の中に椅子があって、多分椅子取りゲームでその音楽がしたいっていうのが多分ボーンってきちゃったら、あと全部分かんなくなっちゃうんですよね、きっと。なんかそういう感じで、だいたいライブ終わった日とか一生懸命来た日っていうのは夜眠れなかったり、ご飯食べなくてもよかったりとかして、なんかその余韻に浸っております。はい、まあ、そんなこんなで、楽しい時間が来ましたが、次で最後の曲となってしまいました。イベントはこの後また続きますのでね、楽しみに、チャンネルはそのままで、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、強めに言ったところで、どか清水もね、ツイッターとかフォローしていただければ、まだまだライブ活動とかね、頑張ってやっていきますので、これからもぜひまたよろしくお願いいたします。ということで、最後の曲は、僕にとって歌ってなんだろうとかね、こうよく考えるんですが、歌は光であって、歌は祈りであって、手の届かないところに光を届けてくれた、とてもそんな存在でございます。そしてライブハウスもやっぱり僕にとって大事な場所であるということを歌います。聴いてください、光。今も見えるよ、あの光、ずっと同じさ、パンクロックの光、あの時見えた、作ってくれた涙を力に変えてくれた、あの光、一人や二人はみんないるだろう、負けたくないやつ、君は何人だろう、卒業アルバム二度と開かない、破って生きるよ、目の前の光だけ見て、はっ、今も見えるよ、あの光、同じさ、パンクロックの光、あの時見えた、作ってくれた涙を力に変えてくれた、あの光、一人や二人はみんないるだろう、負けたくないやつ、君は何人だろう、卒業アルバム二度と開かない、破って生きるよ、目の前の光だけ見て、今も見えるよ、あの光、ずっと同じさ、椅子とコートの光、
こんばんは、小暮宏です。久しぶりです。どうも、ありがとうございます。ちょっといろいろあって、3ヶ月ぶりなんで。じゃあまずは、ギリギリ009からいきます。全てを壊せ、そして自分を捨て去れ、そこから新しい自分を始めよだけ余裕のあるギリ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 悲しすぎるからって寂しすぎるからって時は無情に過ぎ去るだけさ悲しみは置き去り生きよう全ては風のごとく水のごとくなすがままに Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! 昨日はギリギリ今日もギリギリ多分明日もギリ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 でも本当は少しだけ余裕のあるギリ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 男にはプライド女にはいい対立している。でも大切なのは今をどう生きるかだ。そうだ大事なのはこれからどうするかってことさ。Oh yeah, oh yeah, oh まあこう3ヶ月経ったんだけどやっぱ滑舌が悪いのは変わらずただねちょっと自分の中で変化が起きましてとこのライブでもこう娘に訴えてたんだけどまあの仏壇にやたら花をあげたりあとお墓参りに行ったりしてなんか、ね、願いが叶うかなと思ったら本当に叶っちゃってまあ娘
と言っても下の娘なんですが28歳でもうこう SOS を送ってきた。まあでも本当に困ったら SOS を送ってほしかったんで、ちょっとあのここのとこ何回か会いました。でその娘のまあ新しくまあ練馬の近い方、まあ保谷の方なんですが、そこで一人暮らしをすることになって、でその応援ソングができました。一応新曲なんですが、まあ本当普通っぽい曲です。聴いてください。桜咲く頃って曲です。桜咲く頃君は新しい街へと旅立つ。それが本当に正しいかなんて誰にもわからない。だけど自分自身が決めた新しい人生だから、先に進むしか方法はないんだよ。別にずば抜けてすごくなくてもいいじゃないか。他の人と比べる必要なんてないからね。悲しい思い出なんて誰にでもあるさ。だから明るい気持ちでキャンパスを塗りつぶせ。だよ。普通がいいんだよ。普通で最高がね。でもそうなった時に初めて人生はそんなことの繰り返し。そんな時でも分かってくれる友達はいるから、大切にしようぜ生きてる今を。普通がいいんだよ。普通で最高がね。桜咲く頃君は新しい街へと旅立つ。それが本当に正しいかなんて誰にもわからない。だけど自分自身で決めた新しい人生だから、先に進むしか方法はないんだよ。桜咲く頃でした。今日はたまたまね親父ばっかりなんだけど、みんななんかたまたま子供がいて、
たまたま娘がいる感じ。やっぱりね、娘に泣かれちゃったりね、いろいろしちゃうと親父は参っちゃうんで、まあ娘は大事ですね。誰かどんなにこう美しく、どんなに素敵な彼女がいたとしても、やっぱ娘が可愛いと思い始めた今日この頃です。じゃあここでいつも通り、ビーチサンダルロックンロール。Rock and roll, beach
チサンダル、ラックンライダー、おいらはどこでもサンダルさ。ちょっとね、3ヶ月飛んでなかったんでね、なんかこう飛ぶことにすごく違和感があって、まあ一人でこう、まあ一人で暮らしてるんですけど、一人で家の中で飛んでたらやっぱちょっと近所の人が変、まあたまにこう変な顔されちゃうんだけど、まあそんなことは置いといて、まあ職場で毎日体操してて、その時飛んでるんだけどね、最初の頃10年ぐらい前はね、もうすごく飛べたんだけど、最近あんまり飛べなくなってきちゃって老化現象が進んでますというわけで、次、バブルの香りのスローモです。バブルの香りのする女、香りのする女、バブルの香りのする女、Oh yeah。 二人でない瞳、 Yeah。
変だけど今年になって一回も徳屋に行ってないんですね。まあそう言いながら あまりこうそんなこと言うとやっぱオカマじゃないかとかいう一部の人に言われちゃってるんだけど、まあ美容室知り合いの美容師がいて美容室に行ってるんですけど、まあなんとなく このライブが終わるまでは切りたくなかったんで来週切ります。まあそれだけの話でした、ごめんなさい。最後の曲になりました、南風に乗ってです。とね、この曲はねこう長女に書いたとか言いながら、まあその時に一緒に働いてた女の人とかや3人ぐらい女の人が被ってて、まあそう言っちゃうとこう申し訳ないんですが、そんな曲です。聴いてください。南風は強く流れの速い気まぐれ雲が空を吹き飛ばす、
け少し唇を震わせ話す君はどこか悲しそう。ありがとうございました。以上です。